ビクトル2世アマデウスは、ドイツプロイセン王国のシュタンデズヘル、政治家。ラッティボール公、コルバイ公。ラッティボール公、ビクトル1世と、その妻のフィルステンベルク公女アメリエの間の、長男として、シレジアのラウデン城で生まれた。父方のおじは、ドイツ帝国最相を務めた、フォーエンドエシリングスフィルスト公クロートビヒである。ボン大学とゲッティンゲン大学で法学を学び、 法学博士号を取得して間もなく、ポツダムこの英軍表記兵連隊に所属して、不屈戦争に従軍した。1873年から1876年までは、ウィーンのドイツ大使館に勤務した。1893年、オーバーシュレージエンのキーファーシュテーテル及びゼンボビッツの両主の座を引き継いだ。1897年から1921年まで、彼は、 シュレージ園圏の県議会議長を務めた。また1893年より、プロイセン貴族院議員であった。1913年には、ブレスラウの名誉市民に選ばれている。1877年6月17日、ウィーンにおいて、白爵令状、マリアフォン・ブロイナー・エンケボイルトと結婚し、マニー4人の子女を設けた。ありがとうございます。